いつもご覧いただきましてありがとうございます。昨日行われましたね、阪神対中日11回戦は11対3と結果的には阪神の大勝に終わりましたが、試合の序盤はね、ガルシア投手と中日先発福谷投手の両投手の好投で投手戦でした。どちらかというと福谷投手の方が出来は良かったかなというふうに思いますね。2回にボーア選手のこう浜風関係なしのね、ライトスタンドへの豪快な一発で先制。しかし福谷投手は5回までね、この1失点で以前のようにこうフォアボールを連発してね、自滅するピッチングスタイルから非常にコーナーを丁寧につくピッチングスタイルに変わった印象で、これはね、点を取るのがちょっと難しいかなと思っていたんですけれども、まあ6回にね、こうランナーを置いて3番に入った陽川選手のスリーランで阪神は逆転するんですが、ここにはね、ドラゴンズバッテリーの選択ミスが隠れていましたね。ドラゴンズのスタメンマスクは郡司選手、慶応大学からドラフト4位で入団した強肩強打のキャッチャーですけれども、2回にはね、ボーア選手に打たれた球はアウトコースのフォークがあまり落ちないで半速球になり、ちょうど打ち頃の球になったんですね。そして6回の陽川選手の打席もカウント1ストライク1ボールからこうフォークを選択します。これがね、またまた落ちないで半速球になり、真ん中高めに来てしまいました。陽川選手の打席では、1球目がですね、アウトローを狙ったストレートが外れてボール。2球目をですね、スライダーを空振りして平行カウントに持っていくんですが、カウント1ストライク1ボールは確かにバッターはね、狙いに打ってきますんで、空振りを取るにはフォークの選択肢はバッテリーとして間違いではないんですね。ただ2回にボーア選手に打たれたフォークを見ていると、この試合福谷投手はあまりフォークの調子は良くないことがわかります。まあそれまでもね、ストレート、ツーシーム、スライダーで球が低めに集まっていましたから、ゴロアウトをね、稼いでいただけに、この場面もう1球ストレートをインサイドに配置しておいて、その後スライダーでも良かったかなというふうに思いますね。まあせやけど、その数少ない失投を逃さずに捉えたボーアと陽川選手、まあ、チャンスでね、大山選手が試合の序盤に打ち取られていたので、非常に大きな一発であり、大きな一勝になりました。まあ、これでね、阪神は借金1でドラゴンズを抜いて3位浮上。神宮ではジャイアンツがヤクルトに大勝しましたから、ゲーム差はまだまだありますけれどもね、最後まで諦めずに勝率5割ラインをキープすることがタイガースにとってはシーズン後半大事になるかなというふうに思います。まあ、今日の先発はね、タイガースが青柳さんで、ドラゴンズが柳投手です。柳投手はね、速いストレートと時折見せる緩急をつけたカーブボールがあります。バッターにとってはこのカーブがすごく邪魔になりますから、しっかりとね、見極めをしていけば3立ても狙えると思いますね。まあ、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。今日も勝って3連勝いきましょう。